かつてアーセナルで活躍したアンドレイ・アルシャビン氏にとって恩師であるアーセン・ベンゲル氏の影響は大きかったようです。ゼニトでプロキャリアをスタートさせたアルシャビン氏はロシア代表やアーセナルで活躍。アーセナルでは2009年4月のリバプール戦で1試合4ゴールと圧巻のパフォーマンスを披露し、サポーターのハートを一気に掴んでいました。2018年に現役を引退したアルシャビン氏ですが、息子がおり、その名前はアーセニー君とのこと。イギリス、スポーツバイブルによると、これは恩師であるベンゲル氏のアーセンから取っているとのことです。